サ手塾の一サ手塾は、江戸時代に整備された宿駅であり、日光街道、欧州街道の江戸、日本橋から6番目、そして日光五条道の6番目の宿場町である。下宇佐国葛飾郡、または佐島郡に所属する。現埼玉県サ手市に相当する。サ手塾は、江戸、日本橋から数えて6番目の日光街道を呼び、 欧州街道の宿駅で、日光街道と日光五条道が合流していることから、日光五条道の6番目の宿駅であった。札手塾は、古利根川右岸の平地に位置し下宇佐国葛飾郡にあったが、利根川筋の改修に伴い武蔵国葛飾郡に属していた。利根川筋の改修に伴い国境変更が行われ、 万次年間より、武蔵国に桜井豪田宮の章に属し、元六年間より、札幌塾と称された。近世前期より、江戸幕府の直轄領で、宿内は、右馬之助町、久喜町、中町、荒宿の四町及び、枝里の牛村であった。元那二年に、神馬の継ぎ立が始まり、夫二十五人、馬二十五匹を定数とし、自死免許の地を一万坪、 スケゴを千八百四十五国、民家八百四十五件であった。店舗十四年、宿村大会長によると、本人1件、脇本陣なし、旗二十七件、人抜ぎ問屋場は一箇所、考察場一箇所あった。問屋場への勤めは、問屋場勤務基礎上長によると、九鬼町、中町、荒宿、右馬之助町で1日交代であったという。 こに2九十五国六章、当時の人口は三千九百三十七人、焼か百六十二件であった。スケゴは、教法十一年に、二十七家村、スケゴウ総千八百四十五国となった。しかし、水害などの影響から、助合村から旧約を、ガンデが出ていた。幕末には、交通量が増加に伴い、日光道中八が、 宿から定助号から、か助号をガンされ、さ手て塾は、葛飾軍11家村、埼玉軍27家村が、か助号に指定された。さ手て塾には、日光社さんによる、休憩所、宿泊地となる御殿が、正福寺境台に設置された。また、文久元年に、和の土産工事には、助号が命じられ、民足のほか前腕、余儀などを差し出している。また、 薩ッテ塾周辺では、物資流通、商業施設である、船着き場の権限道下し、日光街道と日光五条道が合流する重要な宿場周辺に六祭祀があった。薩ッは、欧州に通じる奥州道の私があった場所であった。かつて、日本穂高が統制に際して、札主が島に上陸し、中四丁目にある、 大殿神社に農業神を祀ったという記述が古文書に残っている。鎌倉時代にはこの地に鎌倉街道が通じ旧都根川の戸川から旧渡瀬川の戸川までの間に伸びる自然堤防、下半砂丘の上を通った。その間に位置する札手は軍事、交易上の要衝だった。室町時代以降は一色市の領地となり天神神社付近に ジニアが築かれていた。サ手塾宿は、現在の埼玉県サ手市中部から北部にかけての旧、街道筋付近に位置し、南北900メートル程度の範囲で広がっていた。江戸、日本橋から数えて6番目の日光街道を呼び、欧州街道の宿駅で、江戸から、サ手塾宿の距離は12里であった。また、サ手宿前にて、日光街道と日光五条道が合流している。 ことから、日光五条道の6番目の宿駅であった。江戸時代になると、沙って一帯は、江戸幕府の直轄領となった。沙って塾は、日光道中、欧州道中と日光五条道との合流点、さらに、筑波道が分岐する、宿場町となった。杉戸町、田宮町、新栗橋町周辺のずっと根川筋の改修に伴い、国境変更が行われた。 この地域に残される区域の国軍名によると、官営11年10月までは、下佐国佐島軍、または、葛飾軍と記され、さっては、日本64州、国国切江図によると、栗橋、杉戸、吉川と同じく、下佐国の国江図に描かれている。その後、省内古川佐岸域を除く、大部分が、下佐国から、官営14年7月には、 武蔵国葛飾軍に所属替えとなった。万次年間には、武蔵国桜井郷田軍の将に属するようになり、民屋町、または札、薩州薩手町と称されるようになった。その後、元六年間より、薩手塾と称されるようになった。薩手塾には、日光社さんによる、休憩所、宿泊地となる御殿が、正福寺境台に設置された。御殿は火事による、 消失後再建されることはなく、正福寺の本堂の一室が変わって利用された。日光社山での主要なルートには、日光五条道を北上し、去手で、日光街道に入り、日光へ至るとするものであった。徳川美希によると、日光社山での去手の旧白利用は、徳川家光の寛永十七年、十九年、慶安元年、徳川家綱の慶安二年、漢文三年、 徳川義宗の教法を13年、徳川家春の安永5年、徳川家吉の天保を14年にあった。天保期前半、去手宿打ち壊し一件天保4年未10月によると、天保4年、同7年を中心に、東日本を襲った強作とそれに伴う物価高騰により、去手宿では打ち壊しがあったという。文久元年に、 数の土産工事には、助合が命じられ、札手塾を含む、日光道中の山が宿、中仙道の桶川塾は、人足の他前腕、余儀などを差し出している。札手塾周辺、より、札手塾は、近世前期より、江戸幕府直轄領で、宿内は、右馬之助町、久喜町、中町、荒宿の四町を呼び、枝里の牛村であった。店舗十四年。 宿村大会長によると、本陣1件、脇本陣なし、旗二27件、人罰木問屋場は1箇所、考察場1箇所あった。問屋場への勤めは、問屋場勤務基所上長によると、久喜町、中町、荒宿、右馬之助町で1日交代であったという。に2095国6省、当時の人口は3937人。 やかず962件であった。新編武蔵フード機構によると、日光街道では、元那2年に、神馬の継ぎ立が始まり、夫25人、馬25匹を定数とした。さって塾は、自死免許の地を1万坪、スケゴ万1八1845国あり、民家845件あったという。近世前期より、江戸幕府直轄領で、宿内は、 右馬之助町、久喜町、中町、荒宿の四町及び、枝里の牛村であった。店舗十四年、宿村大外町によると本陣は一軒、脇本陣はなかった。旗子は二十七軒。陣末木問屋場は一箇所であった。問屋場への勤めは、問屋場勤務基所上町によると、久喜町、中町、荒宿,宿、右馬之助町で一日交代であったという。 高2095国6省当時の人口は3937人、焼かず962件であった。考察場は1箇所あった。現那2年、神馬のぎ立が始まった。札手塾は、日光道中、欧州道中と日光五条道との合流点、さらに、筑波道が分岐する、宿場町となった。日光道中杉戸塾、栗橋塾。 日光五条道岩月塾のほか、和紙の宮町、九鬼町、下宇佐国籍や土藩などの次送りがあった。慶安四年に、札手塾で火事があり、駅舎の三分の二が焼けたため、遠方二年天満宿を拝借金を道中武行から受けている。昭徳元年に、札手塾からの打賃、一足賃金が定められ、天保九年には十年を、限り一割五部増となった。 共放11年に、札幌塾は、大介号27家村、介号総高1万1845国となった。しかし、助号村は水難による、困窮のため休約を願い出ており、官報2年には、利根川水防のため下吉羽村、長間村東郷村が免除を出願、反抗金となり、残りの反抗分は上高の村の負担となり、天明元年には、上吉羽村、 ゴン堂道村など五村も困窮、安永9年の大雨により、助ケゴ役が不可能となり、7年間の休約となった。幕末には、カ助ケの指定が行われており、文久2年、三勤交代の緩和大名、妻子の交通量が増加に伴い、日光道中八が、宿から定助ケから、カ助ケをガンされ、去って塾は、葛飾軍11家村。 埼玉郡二十七カ村が、カスケ号に指定された。慶応二年には、三勤交代制が戻り、大名の通行の増加に伴いカスケ号に指定された。ゴンゲン道菓子は、札手塾の東北14町30軒の、ゴンゲン村のゴンゲン川沿いに設置された、柏場で、札手塾に集散する物資や、年具米の輸出入港の機能を果たしていた。江戸時代前期、 伊那市を中心とした、利根川当選事業が行われ、ご音源動画は、江戸川が整備された。神殿開発による米作の増大と、相まって、これらの川を利用した江戸との間を結ぶ集運が、発展した。さては、新編武蔵風土機構によると、毎月27の日に六祭祀が行われた。日光街道と日光五条道が合流する。 重要な宿場であるとともに六歳子の立つ武州東部の重要な商品流通の拠点であると言われている。天明三年、浅間山の大噴火による火山灰後灰に伴い70日間の施錠を、名主、友久文左衛門が行っている。薩って塾の名主、豚屋を接収する休暇は、右馬之助町の開発者右、馬之助の子孫、中村平左衛門家と、 国企庁の開発者盾脇の子孫、友久文左衛門屋が挙げられている。友久文左衛門は、天明期の浅間山焼と共作、及び完成期の農民移住と、洪水等に際して、多額の金国を拠出して困窮者の救済に尽力したことから、完成6年に、大官より、名字盾脇を許されたと言われている。天保期前半、天保年、道年を中心に、 東日本を襲った協作とそれに伴う物価高騰により、さ手塾宿では打ち壊しがあった。古文書、さ手宿打ち壊し一件天保4年未10月により示されている。さ手宿打ち戸の一件によると、天保4年6月の天候不順、8月の大風雨により、米麦の高騰から宿内棚刈り住民の生活が逼迫し、9月に、 国屋の襲撃が予告され、正福寺門前に調査図が立てられた。国屋は集まり、対策を協議し、中町の釜屋が、各自米を安売りにし、踏み切ることを提案したが、賛同が得られず、結論もなく散会した。国屋の代表は、ともひさ文左衛門に相談したが、米価の高騰から対策に、消極的であった。役人。 国屋からの対策が出ず、打ち壊しが勃発した。昇福寺境内に5から600人が集まり、去って塾、隣接する上高の村の五福店、鉄物塗り物類商、砂糖丼屋、材木屋等の不傷と国屋が打ち壊しにあった。幕府の打ち壊し参加者への採決は、環状奉行所宛てを受け消門によると、27日に会場の作成、 開拓を行い打ち壊しにも参加した、聖吉、総吉は、所払いとなり、狛江集会を主導し、打ち壊しにも参加した、かにえも平七、朝五郎、藤七は、下両戦三から五冠分、単物を習得しようとした平吉は、入れ墨状叩きの計、打ち壊しに参加した去って宿内の狛江四十一名と、上高の村の小前三名は、弓道をしかりにとなった。 また、沙手塾と上高の村の役人は、打ち壊しの取り沈めに失敗した責任により名主は、旧道をしかり年寄り以下は、おしかりを受けたという。沙手塾での打ち壊しの結果、沙手塾や、隣接の宿場では、米の安売りや施しが行われ、困窮者は助かったという。安政王自身は、安政2年10月2日に、東京湾北部を震源とした。 直下地震があり、古文書から、沿手てでは、震度6程度とされる。沿手塾では、安政2年10月2日、安政江戸地震による被害があった。震度は、5と6の中間、それも6に近い方と見られ、この地震では、荒川沿いに、震度以上のところが北に伸び、熊谷に達している。安政にうどし10月。 大地震に不快かその外取調べ所上長、札手宿村によると、札手塾周辺の村々の安政江戸地震の被害の記録があり、札手塾は焼かず1089件に対し、回数2件、人家土屋物置大海道用1027件との被害があり、大地震に不快かその外取調べ庁によると、怪我人が189人、牛村は、貝や108件、 開花層あたり53件、怪我人108人であった。道路隣の宿地名。ありがとうございます。